夜9時半からお送りしている TBS ラジオライムスターたまるのウィークエンドシャッフル。ここからは1時間の特集コーナー、サタデーナイトラボの時間です。今夜の特集はこちら、金沢映画祭プレゼンツ、歌丸、町山智博、高橋芳樹のバイオレンストーク。バイオレンス今週石川県金沢市で開催されていた高塚だらけの映画祭、金沢映画祭フィルマゲドン2011、その中で月曜日19日に行われました、私歌丸と映画評論家の町山智博さん、そして映画評アートディレクターね、あとあの映画冷たい熱帯魚、脚本などでも知られております、高橋芳樹さんとの、トークショーの模様を一部オンエアできるところをオンエアしたいと思っております、会場となった金沢21世紀美術館シアター21、もう本当客席はですね、もう満杯でですね、あの前売り券も本当に速攻をね、どんどん売れちゃって、で当日券のお客さんがなんか全体のその敷地が空く9時何分の時からなんか並んでいただいたりなんかしちゃってたもしたみたいで、今まで僕トークショーこの今年で3年目になるんですけど、もうさらにまたちょっとね、いっぱいの方来ていただいて本当にありがとうございます。はい、ということで、まあ、早速じゃあちょっとこんな、あのね、まあ、その金沢映画祭というそのね、全国のその高塚、お好きな映画ファンがね、集まるこの、祭り特有のこうね、高揚感の中、で、散々楽屋でビールを飲んで、キャッキャやった後のね、この3人の様子、ちょっとお聞きください。ライブスター、歌丸です。よろしくお願いします。町山智博です。よろしくお願いします。あ、高橋です。よろしくお願いします。じゃあ座りますかね。座りましょう。いやいやいやということで、もうものすごいチケットがもう売れちゃって売れちゃってみたいな。すごい近くない？近い。これでもこれやりにくいですよね。こんな感じの話。これでもちょっと後ろめにしてもらったんですよ。いや、まあ、そうなんだ。でも昨日も言ってたけど、これあの面接だよね。もう面接より近いですよ。こんな距離で面接しないですからね。もう個人的に話すみたいな、どっから来たんですか？初めてんじゃねえかっていう。地元で。あ、そうです。皆さん、そうです。雑な客いじりが、はい、ということで、僕と YOSHIKI さんはね、もうこれで3年目みたいな感じでやってるんですけど、去年平山さんだったんですよ。そうですね。平山さん、どちらいらっしゃいます？多分上の方です。あ、そうですか。平山さん、よしよしでヤジを飛ばしていただくということになってます。あの去年とは何話したか何にも覚えてないんですよね。なんか今年はでも平山さんは、うん、あの客席から何か言うたびに、おいいこと言ったとか言うって言ってあ、本当、愛の手をやろうかなっておっしゃってましたけど、今年はできないけどね、できるだけやらないでいただきたい途中からなんかお酒飲みに行くみたいな、おとなしくなると思うんですけど、なるほど、そういうことですね。はい、はい、ま、今年はもう町山さんね、いらっしゃいますから、町山さん金沢初めてですよね。初めてですよね。バージンですね。そうそう、はいはい、どうですかどうですかって言うと、金沢映画祭噂には聞いてたりするんですか？あ、だからなんだっけ、パンフレット見て、はい、まあ、すごい映画が並んでるじゃないですか、どういう意図でこういう映画を集めて、どういう意義があるかってどこにも書いてねえの、この映画祭の意義みたいなね、どういうコンセプトでやってますみたいな。そうそう、なぜ魔界の大陸でとか、オープニングカランバですからね。主催者の小野寺君が見たいなみたいな。でもさ、これさ、市とかさ、県とか国とか金取ってるわけじゃん。それは企画書出したってさっき言ってましたけど、どんなこと書いてあるのって言ったら、いや、適当なことをずらずら書くわけですよ暴力を通じて何とかを学ぶとか、まあ、そんなこと誰でも書けるじゃないですかって、すごい言い方してました。すごいいい加減だ。すごい不可視だよね。でもこの金沢映画祭の本質は小野寺君なんですよ。あ、そうです、うん、あの、あ、一個人の、まあ、映画好きの一個人の、あ、あの一人の狂人が生み出した世界なんです。一人の狂人が生み出した世界にいつまでか取り込まれてるみたいな、そういう話なんですよ。パノラマ陶器来たみたいなそう、ここパノラマ東北なんですよ。だからあのものすごい目線でいろいろ言われることあって、俺昨日ですね、あのずっと、まあ、映画並んで何回も見てるんですよ。で最後に見たのがあのなんかそのメキシコのギャングの生役のドキュメンタリーなんですけど、言いたくないけど最悪だったんですよ、はい、映画として映画として、うん、俺こんな下手なドキュメンタリー見たことねえっていうひどくて、で、まあ、それ新規でこのちょっと借りてきたらしいです、お金払って、うんうん、で、ちょっとお前なんかあれひどかったよって言ったら、でしょーなんつって、でしょーなんつって、いや教えてくればよかったですねっつって、でしょ、俺これだったらインフェルノ、一年モンドインフェルノ見に行った方がよかったよっつって、で、あ、そういえばあれですね、歌丸さん並んでましたね、アウシュビッツみたいにって例えが悪いだろそれ、失礼だろそれ、ちょっと
あの時救えたのに救えよシンドラ気分シンドラなれよ何勝手にシンドラ気分なんだよ例えば最悪だし、ま、しかもその自分はさどこしてんなのそれは全然わかんないだってそのアウシュビッツ仕掛けてんのあんただろうっていうねもうみんなしめしめと思ったよねこれからこいつら地獄を見るなっていうね、地獄見る映画も多いのが特徴なんですよ。あ 毎年ね。そう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 。でも今年は比較的だからそういう意味では。あの今年は良心的なラインナップだと思う。あの、ね、どこは良心的魔界の大陸でしょ。比較的ね。うん、オープニングカランバで。オープニングカランバで。カランバで。オープニングカランバ見てみんな怒ってたらしいですけど。あそうなの？これだって子供でも怒ったもん当時。やっぱそうです。だって俺リアルタイムで見に行っても。はい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 、もう明らかに。これはあれでしょ？あれだけどテレビスポットでめちゃくちゃ流れましたよね。めちゃくちゃ流れたけども。ね。明らかにあれだからね、あんまり言うとあれですからあれだけど、はいはいはいね、でも魔界の大陸とかさ、うん、恐るべきことにあれをテレビでやってたんだ当時はね当時はね、なんか金曜スペシャルで、はい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 、あのテレビもそうだし映画も、うん、だってヤコペっていうモンド映画か、うんうん、オカルトか、うん、あとなんだろうなんかそういう動物パニックものかみたいな、うん、映画館おっかなすぎましたよね当時は映画館はおっかない映画ばっかりだったね、うん子供も入れたしね、うんうん、あのおっかない映画か漢字二文字の難しそうな映画しかやってないって俺だから子供の時映画館行くの怖くて、うん、普通に可愛いアニメ見に行ったらいきなりそういうのやるじゃないですか、うん、あ予告編でね予告編で あでも昔東映漫画祭りは基本的にそうだったでしょあそうそうだから東映漫画祭りはだから見に行くと仮面ライダーとかあのザンジオっていう怪人が出てくるんですけどあれあテレビのカメラライダー出てこないわけあ、はいはいはい、劇場に行かないとザンジオは見れないんですけど、うんうんなんだろうと思ったら三照号の怪人だからものすごい弱いんだけど、うん、で見に行くと必ずそのポスターが貼ってあるじゃないですか東映、ポスターがいきなり牛崎の刑とかだからね当時は東映映画って全部玉割り人雪とかさもうものすごく怖かったね子供的にはね、うん、何っていうねだからもうでも向こうとしては次回上映が牛崎の刑だからしょうがないしょうがないよ東映漫画祭りそれはしょうがないですしょうがないんだよ、まあとね、でもそういう時代だったですねなんかいきなりさ、はい、可愛い映画見に行ったら、うん、なんかカエルの口から手がさ出てるさなんか吸血の群れの吸血の群れのさ あれ可愛い映画だよいや見ればそうかもしれないけど、ね、いや見ましたターンテーブルの上にカエルが乗ってくるのだってさ、いろんな爬虫類が襲ってくるっつってさ、はいはい、襲ってくるのはカメとかさ、カエルとかなんだけどどうやって襲うのかわからない吸血ではないしね全然わからないだから一番すごいのはね、沼で死体が浮いててさその横にカメがいるしあれ何なんですかどうやってこのカメがこの人を殺したのかわかんないですよわからない見ればね謎の映画だったら吸血の群れっていうやっぱポスターが一番怖いぐらいじゃないですかポスター一番怖かった、うん、怖くて怖くて最後にあのポスターアニメになるんですよあそう吸血の群れはそうタイトルバックでふざけてるだこの野郎と思うよねあの映画はねまあだから、はい、映画はね怖くてふざけていたというねその感じを残している映画祭ってことですよあいきなりまとめに入りましたねもう終わりだって、ね、そのここでまとめいやクソつまんないメキシコ そのドラッグ戦争のあれだって、うん、パンフレット皆さんねあの死体が首なしの死体が吊ってある写真とかこれ面白そうだと思ったんですよ、うんうん、一箇所も出てこないんですよそんなのはい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 でまあ基本だよね、うん、そうやってそうそうで、うん、であの小野寺君にこんなの出てこなかったじゃんさいやそれね中身がちょっとあれだったんでちょっと東方東はオマージュって言うんですかねみたいなあちょっと持ってみたんだ、ねうんうんまあ、リスペクトって言うんですかねって言うんですかねってさーって、まあ、カタストロフ世界の大惨事なんでね、はい完全にテレビ番組だもんねそうです、ね、内容的に、あとしかもあの割と古いどうでもいいフィルムの寄せ集めなのでそう見たことあるものしか出てこない大体あのブラジルのサンパウロの高層ビル火災が、はいはい何百回見たかわからないあれは本当に何百見たかわからないもうあの映像だいたいこう上から落ちてきて下から窓のところからこの火事で脱出しようとしている人に上から落っこってきた人がぶつかってこう落ちていくっていうシーンを100万回ぐらい見たよ繰り返し、ねえ、はい、本当にあれですよねカタストロフでもあの、ね、サンフランシスコの1910年ぐらいですか大地震で大地震グワングワンゴールデンゲートブリッジが揺れるそうそうグニャグニャになりながらこう揺れるシーンが出てくるねそんな映画さでもこれあれですよね今のこれ前振りトーク、うん、前振りトークですあーオープニングトークですこれは、このまま突入するのかと思って、はい、今日はその、ですね、はいまあ、その一応暴力映画についてというねで、あの一応ちょっとねどういう方向にねどんだけ話盛り上がるかも分かんないんで皆さんにちょっとこんだけ集まっていただいてちょっとこうあのなんていうんですかコールアンドレスポンスですかえコールアンドレスポンスイエーってやるのイエーみたいな大草原の小さなほらそれ中野孝雄監督の持ちネタじゃないですかはい、はい、バカも休み休みってやつでしょそう皆さん悪魔の住む
ほら家じゃないですか両方とも。なんか工夫がないですよなんかね。あの暴力映画ということで、暴力映画ということで、はい、バイオレンストーク、バイオレンストーク、僕バイオレンストークって意味がよく分かんないですけど、乱暴しながらトークする。とりあえず物騒なことを言えば、っていうかさ、まあ、普通こういうことでトークしてくださいっていう依頼が何にもなかったですか、ね、何にもない。ご3人で何とかしてください。でもね、でもね、でもね、暴力映画ってあるだけマシで、最初なんかニューワールドオーダーについて話してください。嘘新世界秩序についてお二方超のに聞けよ俺じゃなくて、本当にもうそんなものは、ね、そう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 。なんで、まあ、今年はまだ手がある方で、しかもほら町山さんがあの事前にじゃあちょっとなんかその暴力映画それぞれのリストでも上げようよみたいな。あ、そうそう、上げましたよ。そう、だからそれを 見て一番謎だったのは、はい、まず吉木君が心に残る暴力映画の中にさ、大残酷を上げてたでしょ。あ、大残酷、大残酷上げてないですよ。あ、そっか、残酷大陸です。あ、残酷、びっくりした。大残酷って全く残酷じゃない映画で、大残酷はギャグとしてやってるんで、愕然とした。で、あ、そっか、残酷大陸は残酷だよね。残酷ですね。あ、そっかそっか、あ、よかった。謎だったらムーンレイカー上げてたでしょ。あ、ムーンレイカー、はいはい、あの子供の時の、それでムーンレイカーって007史上全く最低の映画じゃない。あの、あれベストで上げてたのとは別に、うん、その子供の時にその映画の中の暴力でショックを受けたっていう意味で、ムーンレイカーに暴力シーンないじゃん。暴力シーンがないよ。いや、まずムーンレイカーほら、その最初にボンドが、いや、あの剣道で襲ってくるところ、うん、剣道で襲ってくるところ、あ、剣道で、美術館で、あのベニスで、話聞けよ。あのさ、聞いといてさ、聞いといて全然聞く態度がない。ひどい話ですよ本当に。あのさ、違う、子供ですよ、小5とかだから。で、あの、まあ、スターウォーズとかさ、そういうの好きになって映画見に行くようになって、でそれこそ007も、あの、私の愛した際まだちょっと小さかったんですよ。で、ムーンレイカー初めて映画館に見に行って、そしたらさ、ボンドが要するに自分が情報を得るために寝たさ、敵のそのさ秘書みたいな女がいてさ、それをさ、そのバレちゃって森に話してもらう、森に、でドーベルマンかなんかにさ、あれ王女の物語のコリン・ヌクレリーがね、ー犬に食われるという名シーンがオープニングですね。で、その犬に食わせるじゃないですか。っていうか、でさ、その別にヒーローは助けに来るでもなく、もう情報ゲットしたからイエーイなんて、でまた別の女と寝たりするわけじゃないですか。その普通のヒーロー像って、ヨシキさん、なんていう、なんたると思って。でもボンドは女と寝るのが仕事だからしょうがない。いやいや、だから子供なの、子供なの、はい、で、あとボンドがさ、あの遠心力の機械にかけられて、はい、顔がぷくーって、はい、そのさ、なんていうの、かっこいいヒーローの顔がぷくーっていうのがさ、え、もうそこまでいっちゃうのみたいな感じ。 あと人殺すときに人冗談言うとかさ、特にそのボンドというやつみたいなのがさ、ものすごいなんか怖いと思ってさ、この人怖いみたいな。あ、ちょっと軽くね、そので、あのムーンレイカー見て、あ、なんか大人の映画を見た気がするよみたいな。え、あんなって、うん、でもだから子供だったんだよ。あの、でも俺、あのムーンレイカーについて一言あるんですけど、うんうん、さっきの、あの宣伝で盛るっていう話につながるんですけども、宣伝で盛るっていう話なんですけど、あのムーンレイカーのポスター、イラストなんですけど、うん、あのいいね、みんな銀色の服着たガール、ボンドガールが、うん、ここがバックリ開いて、ここら辺まで見えそうな服着てるんですけど、そんなやつ一人も出てこないんですよね。ほっとムカつきましたよ。いや、ムーンレイカーのボンドガールは一番地味なんだよね。そうなんですよ、ボンドガール市場の中でも、ね、あのね、みんなでつなぎみたいなの着ちゃって、うん、あのポスターの銀色のなんか谷間がくっきりみたいなのはどこにいたんだ。うん、でもなんかね、いっぱいありますからね。いっぱいあるけどね。でも、ムーンレイカーに限らずさ、007ってさ、なんていうの、敵の女と必ず仲良くなるんだけども、ますね、あっさり最後、みんな死なしちゃうじゃん、ずっと伝統的に。そう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 、ね、伝統的に一人目のね、敵の女はやっぱ死にますよね。そうそうそう、うん、だからあれはもう結構伝統だよね。そうですね、なんだっけ、女を殺す男ですよ。なんだろう。いや、なんか、わかんないけど、ね、はい、はい、まあ、いや、そうじゃ、いや、俺が言いたいのは、うん、そのヒーローとかでも、うん、やっぱ女を殺すっていうのは、うん、本当にあ、やっちゃいけないことだ。やっちゃいけないことだよね、やっちゃいけないことだね。あれ、あの、なんだっけ、インクレディブルだっけ。あ、はいはい、日本はミスターインクレディブル。あれでもちょこっとありする、敵の女が惚れて、でもそうするとさ、大抵ボンドに惚れた女は不幸な目にあるか、あのボンドのために命を投げ出して死んでしまうっていうさ、でもボンドは帰り見ないって結構パターンであるから、うんうんうん、ショックだったんだ。まあちょっとそれがね、だからその子供の時段階ですよ。あとはほら野生の証明とかそういうの投げときましたけど、でももう今そういうひどいこといっぱいしてるでしょ。え、え、何、女
女もうしてんだろ、その年だから。いや、そんなでもドーベルマンに食わされるようなひどい目に遭うようなことはね、そんなない。そこまでして、そこまではないけどさ、ドーベルマンに食わすの結構ひどいじゃん。ひどいよね、仕打ちとして。ひどいよ、ね、とかでもないしさ。でもあれはだからやっぱ王城の物語のコリン・ヌ・クレリなので、犬に食われるぐらいがちょうどいい感じの M 顔っていう。なるほど、ノリだと思うんですよね。お前大人びてんだから。ひどいね、いやらしい、ほんとひどい。ムーンレイカーってかっこいい名前、タイトルだなと思ったらさ、意味違うんだよね、ムーンレイカー。スペースシャトルのことなの？いや、ムーンレイカーってね、だからあの要するになんていうの、池に月が映ってるのをレイクって、あのなんていうの、熊手のことなんですよ、レイクって。ほうほうほう。月じゃ、あの湖じゃなくて、はいはい、レイクってあの熊手ね。ほうほう、はいはい、熊手でもって湖に映ってる月をこう熊手で拾えないかと思っている人のことをムーンレイカーって。バカって意味なんですよ。マジでバカって意味。だから007バカなの、ムーンレイカーって。だから007の乗れにみたいな。いや、それはだからあの敵のことだと思いますよ。ああ、うん、優勢人類だけで、なんだっけ、なんだっけ、なんとか言う、ドラッガーじゃなくて、ドラッカーという名前のね。そうそうそう。でもなんかドラッカーっていう、エコな、違うよそれ。彼の計画成功してたら人類絶滅だからね。うん、はい、選んでね、人を選んであれするっていうね。まあ、ムーンレイカーの話はよくね、もうおかしいよ、そんなに広げなくて。ここでまさかムーンレイカーの話で何分も。いや、でも勉強になったな、勉強になったな。引っ張ると思わなかった。引っ張ってどうするのか。町山さんのチョイスで。ああ、はい、暴力映画。暴力映画で、暴力映画でちょっと言うね、ベスト5では忘れちゃったよ、もう。だから普通さ、せっかくベストをそれぞれの人が上げてきたんだから、あのさ、しかも写真に用意してたの。藁の犬ね。ああ、はい、やっぱこれでしょう。藁の犬がやっぱり一番暴力についての映画。だから暴力映画、暴力映画って言った時、だ俺が暴力映画って言った時は、はい、暴力についての映画だし、うん、恋愛映画って言う時は恋愛について考察する映画なんですよ。うんうんうん、イチャイチャするだけじゃなくて、そう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 、こうやって暴力振るんじゃなくて。そう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 。だからこれはね、深作欣二監督に会った時にこうはっきり言われたんだけど、はい、こうアクション映画とバイオレンス映画が違うと、うんうん、で俺が撮ってるのはバイオレンス映画であると。暴力についての映画だと。そう、暴力についての映画だって、あのアクションで楽しませる娯楽映画じゃないんだって深作先生が言ってて、だからそれは要するに暴力の悪い面も見せるけども、アクション映画っていうのは暴力でスカッとさせるだけだから、それはファンタジーであると、はい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 、言っててね、うん、だからその点ではね、やっぱり、まさにね、藁の犬が一番いいですよ。今度リメイクする、リメイクもできちゃったんですよね。もうできちゃった。そう、できちゃった。今公開されてる。冬からの話ですよね。ちょっとね。え、ご覧になりました、町山さん、リメイク版って。リメイク版、予言しか見てないんだけど、うん、設定はいいんですよ。うん、でこれ、要するに暴力が大嫌いなダスティン・ホフマンが、あの田舎に行けば暴力がないだろうって言って、神さんの故郷であるそのスコットランドにね、移住したら、田舎の人の方がひどかったっていう、暴力的だった。鼻から感じ悪いんですよね。鼻からもう差別的でね、都会から来たのかやめやな、都会から来ただけで殺すみたいな、すごいことを言うやつが出てきたけど。脱出と一緒ですよね。脱出と一緒なんだね。うん、で、かみさんがなんか、まあ、回されちゃってね。あ、そうですね。でも意外と感じちゃってたりなんかして。そう、あれは後ろから入れられるんですよ。後ろから入れられる。スーザン・ジョージがね。スーザン・ジョージ。そう。で、っていう話をね、今回のリメイクは、アメリカの南部にしてんの舞台。ああ、まあね、アメリカにしたらそうですよね。そうだから、すごい直接的なメッセージがあるんだけど、ただあの女優はダメだね。なんでまた。いや、俳優もダメな感じでしたけどね。まずね、俳優がね、ダスティン・ホフマンって変なチョコだったから、うん、暴力嫌いで、はい、っていじめられる感じがするんだけど、今度のリメイクはね、あれなんですよ、 X メンのサイクロプスなんだ。ああ、そうですよね。サイクロプス筋肉もりもり、筋肉もりもりですよ。そう、全然勝てそうじゃんっていう、最初から最初勝てそうだから全然逆転しないし、うん、あと女優がさ、スーパーマンのリメイクあったじゃん、スーパーマン、あー、はいはい、リボーンの、あの ロイス、あのなんかどうでもいいようなやったやつ、まあ、はい、ロリ系の、はいはい、違うだろう、違いますね、もっとセクシー、もっとエロで、もうもう見ただけでもう、はいはい、やりたくなる、やりてえみたいなのが来るからみんな困るっていう話なのになんかちょっと可愛いみたいなのが、ちょっと可愛いのにマッチョがついてきたら手出さないですよ普通。そう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 。おかしいだろうっていう。そう、なんか女優の選択全然間違ってるし、だからね、ちょっとダメなんだよ、リメイクはね。ダメですよね。うん。あと、まあリメイクしようっていうのは大体おかしいんじゃないかと思いますけど、ね。ダスティホーマンでも完璧だもんね。うん、てか、藁の犬までリメイクしちゃうんですねって感じだけど。藁の犬はね、ずっとね、あの人がね、ファイトクラブの、ああ、デビッド・フィンチャー、違う違う、ファイトクラブのあの、変なチョコ男、ああ、ああ、名前が出ないの、あの人ね、エドワード・ノートン、エドワード・ノートンがリメイク権を持ってて、
ずっとぴったりじゃないですか。そう、彼主演でリメイクしようとしてたので、俺直接会った時にいやもうリメイクするからとかなんか言っててもう彼やったらぴったりでしょ、はいはい、あの最初はさ、僕とか言ってて、はいはい、うわ、パカロクラー急に、まあ、ファイトクラブそのもの、ね、まあファイトクラブだよね、うん、だからもう最高だと思ったら、なんかやっぱ取られちゃったみたいなね、途中からね、でもエドワード・ノートも結構鍛えたり痩せたりで忙しい人ですよね。アメリカ体がコロコロ変わるコロコロ変わるっていう、そうそうそう、そうだからエドワード・ノートにあればよかったと思うけど、うん、ただやっぱ藁の犬って映画はあのサム・ペギンパー監督がさ、はい、当時暴力的な映画ばっかり作るから、はいはいはい、ものすごい叩かれてて、うん、上映中止になったりとか、あとなんだっけモンティ・パイソンでネタにされてるネタにされたりね、何でもスローになってねそうそう、はい、あと婦人団体とかからも叩かれたり、あとタイム誌で叩かれて、ポーリン・ケイルガンも叩かれて、であとジョン・ウェインとかそういう古典的西部劇の人たちからも叩かれた。だからあれはヒーローたちがさ、女子供を殺すんだよね、ワイルドマンチって、うんうんうん、で、それだけは絶対にやっちゃいけなかったと。ジェームズ・ボンドはあんなに女を殺してるの、殺してるのにねで、だからまあ女殺しだからさ、これさ油地獄だからさ、うん、ワイルドマンチの場合にはヒーローが女子供を平気で殺しながらヒーローっていうのをやっちゃったから、うん、すごい反発されてて、うん、ハリウッド全体を敵に回してる感じだったのね。で、なんて監督なんだっていうに言われた時に藁の犬作って、主人公は暴力が大嫌いで、うんうん、でもって最後までなかなか反撃しないんだよね、しないよね、ひどい目にあってさ、でも最後にもう鬼のようになってそれ全員皆殺しするんだけども、その時に観客は完全にダスティン・ホーマン側になってからなかなか反撃しないから、うん、やっちまえと、そうここなんでやらねえんだ、なんで復讐しねえって、うん、暴力嫌いな人でもこれしらしゃそうやるしかねえってとこまで観客を追い詰めといて、やらねえんだったらもうお前人間じゃねえよってとこまでもう徹底的にやって、はい、バーッとやり返して皆殺しにしたとこで、さあ皆さんスカッとしたでしょっていう映画なのよ。笑ね、嫌味を言ってるとかね、ちょっと微妙なね、微妙なね、安穏な気分になってね、今まで君たち暴力嫌いだって言ったけどスカッとしたでしょっていう恐ろしい映画なんですよ、笑の犬っていうのは、はいはいはい、でそれもし彼があの暴力で反抗しなかったら、君たちそれで満足でしたか、この男を肯定できますか、できないでしょうっていう、はいはいはい、すごいいやらしい映画なんだよな、笑の犬って、うん、あれは本当に暴力映画の中ではもう極北でしょう。なるほど。今日暫定的に、ね、暴力について考える、うん、暴力について考える暫定的にね、暴力映画もうじゃあベストワンをもう無理くりね、うん、決めときましょうみたいな、ね、決めちゃおうかみたいな話をしてたんですよ、うんうんうん、じゃあもう藁の犬で決定っていう終わらせよう、終わらせようとする、暫定的に、ね、本当にいやもういっぱいあるよそんなん、いろんなの、うん、まあ暴力について、あの例えば普通に時計仕掛けのオレンジとか、時計仕掛けのオレンジもだから全くそういう映画だよね、まあ、構造としてはね、構造としてはそうですけど、こんなやつ嫌なやつでしょって、悪いやつでしょ悪いやつでしょって言ってやっといて、うん、でもこういう目にあったらこの人かわいそうでしょっていう、そう、そうですね、そう、最後にそのあ、そうそう、だからこのアレックスが最初も要するに殺人者で レイプまで、で弱い者いじめで、で嫌なやつだなと思わせといて、うん、でもそこには失敗してますよね、明らかに失敗してますよね、嫌なやつに見えないですもんね、嫌なやつ見えないの、それってさ、そう、かっこよく見えちゃってるんで、普通にそこの時点で感情移入しちゃうところが怖いところだからね、これ結構でも明らかにかっこいいじゃん、はい、特にあの裏切り者の子分たちがさ、はいはい、あの水着仕切りとして、ね、はいはい、裏切ろうとしたところでさ、あのさっと逆襲して全員やっつけるところとか、はいはい、かっこいいよね、かっこいい、だからもうそこでダメなんですよ、それはそう、もう持ってかれるじゃん、ハートをバーンとこう、はい、アレックスにさ、で持ってかせといて、アレックスが今度はあの、まあ、ルドビコ両方、そう、政府の力によって強制的にその暴力を奪われるときに、じゃあ暴力が嫌だと思った人に対してはそのアレックスの暴力が奪われたからいい、良かったですね、良かったですねと思うんだけども、見てるといやこれはひどいわと、あとね、良き人たちがね、もう全然暴力的だったりとかね、そうそうそう、うん、実際はみんな暴力的でっていうさ、だから要するに、まあ、藁の犬と同じだよね、お前ら暴力がいけないと思ってたんだけども、実は本当はそうじゃないだろうっていう、うん、もっとひどいものがあるだろうみたいなことをやるから、うん、すごくこれも暴力についての映画の中では全体に見るべき、はいはいはい、ちゃんと俺仕事してんだけどな、うん、まあまあね、まっとうなのね、作品、はい、映画ですよこれ、すげえ真面目な感じ、真面目な話、いやここでもうでもちゃんときっちりね、クオリティをキープしておいてもらえばね、これでも一応基本だけは押さえとく、そうそう、基本ね、基本押さえ系、はいはいはい、ですよね、基本押さえ系、基本押さえ系これは押さえ系で、そう、5本全体基本押さえ系、他何でした、俺はそういう人ですよ、他何でした、他覚えてないんだけど、向こうが出せば多分思い出す、あ、仁義の墓場です、はいはい、あの、はい、深作欣二の先ほどおっしゃられてる、そう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 、
これはね、だからヤクザっていうものへの幻想を全部破壊していく映画なのね。ああ、なるほどね。かっこよくない。そうそう、かっこよくない。それでこれは実際にいた石川力夫っていうそのヤクザなんだけども、はい、そのまあ暴力、役ネタですね。役ネタですね。それ暴力に憧れてヤクザに入ったら、要するにアウトローだから完全にもうアナーキーな世界だと彼は信じてたのね。じゃそうじゃなくてヤクザも結局サラリーマンみたいな。普通に組織だった。すごくちゃんとしてるっていう。うん、そうそうそう。したらそうそうそう、だからもうせこいしさ、政治家になろうとしたりとかさ、はいはい、あと金儲けしろとか言われたり、なんで金儲けとかそんな真面目に考えだったらヤクザにならないよと思うじゃん、うん、ね、思いますね。で暴力を振るいまくると、そんなに暴力ばっかり振るってちゃいけないよって言われ怒られちゃう、ね、ヤクザで、おかしいな、ね、かいや本人はだからめちゃくちゃって暴力振るためにヤクザになったのに、そう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 、違うっていう、そう、うん、ね、で自分の組の組長まで殺そうとするじゃない、はいはい、で、デタラメですよね。そう、デタラメなんだけど、実は彼は彼の中にあるヤクザのあるべき姿をやってるだけなんだ、実際は、はいはいはい、ヤクザっていうのは暴力だろうと、愛される暴走族なんてふざけんじゃねえよって、そう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 、ジンさんだ、ジンさん、そう、ジンさんだろう、栗崎さんだろうと、だから彼は実はすごく根本主義的にやってるのに、そのヤクザっていうのはどん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 体制化してって、常識化してって、普通のサラリーマン化していくっていうさ、これ多分当時としては完全に左翼運動をパロディーにしてるんですよ、ね、もう具体的に言っちゃうけど、日本共産党っていうのはその武力革命を起こそうとしてたんですよね。日本では本当に銃を取って政府を転覆する暴力革命ですかね。暴力革命を、あれ当然でしょ、え当然に入ってたよね。そうそうそう、それを目標としてたのに、そうしたら急にまあやめちゃうわけですよ、はいはい、で普通に民主政治で民主選挙でもってその政権を取ろうみたいな方向になった時に、今まで暴力革命やるんだと信じてたさ左翼のやつらはなんだこれと思うじゃない、はいはい、で結局新左翼化して暴力革命化していったんだけれども、どん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 社会から外れていっちゃって、うんうん、結局内側で全部自滅しちゃうじゃないですか、はいはいはい、そのことを多分これ作った当時は考えてたんだけども、今そういうのがなくなってから考えると、栗崎さんだろうのにもっと近い、まあそうですね、狂犬が暴れてる映画ですよね。そうそうそう、栗崎さんだろうのさ、暴走族がバイクで走って喧嘩するのが仕事だと思ってた主人公が、うん、突然いつまでもそんなことやってらんないよ、やってらんねえだろ、やんちゃばっかやってらんないとみんな言い出しちゃって、そう商売やるか、ちゃんとした暴力団に入るか、いやいや、あれは俺たち愛される暴力団、あれはでかいのは、あの栗崎の場合は仁さんは童貞なのに、先輩が女ができたらやめるって言い出したのが多分切れた、あそうそうそう、まあそれはわかるけどね、それはわかるけどね、うん、だからそれはもう永遠の普遍の問題、普遍の問題ですね、うん、暴力を誘発する童貞問題だってけ喧嘩してるとだって彼女逃げてっちゃうから、ね、いやでもさ、そのさ、あの例えばさ、のどのシティ・オブ・ゴッドでさ、すげえ悪いさ、リトル・ゼルだっけ、あいつ全然女にモテなくて、で友達が彼女できてどっか行っちゃうっつって、でパーティーでやーって言って、うん、女口説いたらさ、こうあんた自分の顔見たことあんの、シューンってなってチキシャーってさ、皆殺しだからね、うん、だから童貞は暴力に走りがちなので、皆さんすぐセックス、今すぐセックスするようにっていう、あれだって相棒のすごく知恵袋みたいなやつが、はい、結構まあ、あの顔も良くてね、モテモテで、その女がおしゃれで、おしゃれでね、なんで学校行くことになるんですよね、そうそうそう、で、あのなんだっけ、リトルゼだっけ、なんだリトルゼ、リトルゼ、あの映画もひどくてさ、ナレーションが入ってるけどさ、やたらとリトルゼは顔が悪かった何回も何回も繰り返して、それであと顔のいい人が出てくるじゃん、そう、あのなんだっけ、あのね、あのレイプ、恋人レイプされちゃってっていう、そうそうそう、ね、出てきますもんね、そいつもかっこいいんだもんね、そうそう、うん、でも顔のことばっかり言うやったね、なんだろうこのやつ、いやだから顔が悪いやつは暴力に走りがちなので気をつけろ、気をつけろのそういうメッセージすごい差別的な映画だった、あれなんなのか、主人公もほらその童貞捨てることでなんかその暴力疎開からさちょっと脱する感じがあるじゃないですか、だからねえひどい映画だと思ってそういうメッセージ、しかもあのリトルゼってさ、あれだけ大量に殺してさ、でしかも部下の心は全然掴めてない、掴めてなくてさ、それで最後も童貞のままなんか犬みたいに殺されちゃうの、はいはい、ああそうですね、部下だって子供ですから、ね、子供みんなね小学生とかね、銃持ったジャイアンみたいな話だからさ、ね、うん、そんなひどい映画はないなと思ってまあでもやっぱそのね童貞でこじらしちゃうの、そう、その話今ちょっと結局セックスすると暴力やめちゃうっていう、逆にね、逆に言えば、ね、そっちの方がいいじゃんっていうね、うんうん、そうそうそうありますよね、うん、だからあれですよ、あの仁義の墓場でもさ、あれ神さんがさ死んじゃうじゃん、はいはいはい、あれがもうあこじらせる一歩なんだ、そうこじらせる一歩なんだ、もう愛するものを失っちゃったからもうやけくそだっていうさ、骨食っちゃって、そう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 、うん、だからすごく仁義の墓場ってヤクザっていうのは要するに建前と本音があってインチキだっていうのとか全部結構含めてて、まあ渡り哲也だからモテないわけないんだけどさ、実際はそこはね、それは欺瞞映画の欺瞞そうでも、うん、なんていうの、愛する女だけはいるみたいなところでちょっと本当はいい人みたいなところで、はいはいはい、スカーフェイスもそうなんですよ、あスカーフェイスってあれもすごく
あの暴力的だけどいい人なんだ。あのね、だってその転落のきっかけはいい人すぎてこんなことできねえよっていうところですね。そうそう、あれなんか爆弾をさ仕掛け、司法長官か誰か政府のすごい、司法関係の一番偉い人を殺せって言われるのね、はい、爆弾で、はい、そしたらさその人があの子供と奥さんと仲良く買い物に行ってるのを見てさ、そうですね、そうスカーフェイスあのなんだっけ、トニー・モンタナがさ、はい、いい人じゃねえかーって、でその車をさその今爆発させなきゃいけないけど女子供乗ってるじゃねえかと、俺をなめんなよっつって、またさあのマフィアのさ監視官、はい、監視官で、はい、本当にその政府の役人を殺すかどうか見張ってるやつがいるのよ、はいはい、そいつが見張ってる横でさ、はい、早く殺せ早く殺せ早く爆弾のスイッチ入れろとか言われてると、あんないい人撃てねえよ殺せねえよって言ってそいつ殺しちゃうんだよねつってね、なめんなよ俺が子供殺すと思うかこの野郎みたいな、それが転落でしたもんね。そうそう、だからスカーフェイスいい人なの、うんうん、すごい人で本当に俺いい人だな、いい人だなと思いながら見て、ちょっと妹とやりたすぎたっていう問題ね。すごいいい人っていうのは語弊があるすごいいい人はいいよあのあと妹とやりたすぎた問題っていうのはね、ちょっとありましたけどね、うん、まあちょっとだよねあれはね、うん、妹に彼氏が絶対に許さないっていうね、うん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 、ちょっと病的ですねそれはね、やっぱりそれはね、うん、何が言いたいのあと妹のちゃんと、そうだからね、これもだから実はいい人だったりするんだよね、いい人、すごいいい人ってことはないと思うけどね、いい人、俺はいい人としか思えないんです。比較的いい人ですね、映画の中のね。いやで本当に悪いのは金子信夫とかですよ。ああまあね、私はみたいなこと言いながらね、ちゃんと全部持ってっちゃ う, そ う, そ う, そう、ああいうのが一番悪いやつですよ。確かに、うん、もう全然いい人だもん、はいはい、うん、だから直接的な人っていうのは大体いい人なんですよ。あ、うん、暴れたりとか、うん、そういう表現をね、そうそうそうしてる時点でもう全然、うん、だ本当に暴力的なのは、うん、システム側だとね、うん、金子だ。あ、そうそう、だからさ、やっぱり俺もやっぱりそこに戻しますよ。あれで だってあの見ててもさ、そのジョーペシとかね、レイリオッタ見てるといい人に見えてくる。ああ、うん、あのグッドフェローズとかでも上はドロドロよりは、あ、しかもほら一番悪いのなんか最後にほら司法取引でさ、うん、いやそういうのにはちょっと応じられませんねって、こいつらが一番怖いかもみたいなさ、うん、ね、どんどん一番強いやつ一番強いやつって言うとやっぱ国じゃねえかっていうね。大体ジョーペシを怒らせるやつの方が悪いに決まってんじゃん、そんなんね。普通お前昔罪がきだったなって、そうそう、そういうこと言ったらね、切れるでしょ、あれね、ロッツォ、ロッツォ、ロッツォね、まあ、それはいいや、うん、そう、まあ、でもまあグッドフェローズは、はい、すごいですよ、うんうん、やっぱ暴力映画ではグッドフェローズはやっぱり入るでしょう、はいはいはい、あれはね、うん。TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、今夜は金沢映画祭プレゼンツ歌丸町山智博高橋芳樹のバイオレンストークとして、今週月曜金沢映画祭の一環として行われたトークショーの一部をお送りしておりますね。まあ、町山さんが比較的わらの犬とけじかけのオレンジ、そして仁義の墓場と、まあ、真っ当なラインナップというか暴力についての暴力映画ということで、まあ、でもだんだんキャッキャキャッキャとね、うん、この後後半戦がですねさらにキャッキャキャッキャとか増してですねかなり脱線もしてきますが、まあ、ここそが本領ということかもしれませんけどね、では早速トークショー、後半戦お聞きいただきたいと思います。これ入れようと思ってリストで入れなかったのがあった、はい、サムシングワイルドってあるじゃないですか、はい、はいはいはい、レイリオッタ、ね、レイリオッタ、はい、あれは暴力映画として俺結構あのねレイリオッタ完全におかしい人、そうそう、レイリオッタが歩く暴力、顔がなんかものすごい怒ってる時に笑ってるみたいな口になるでしょあの人、はいはいはい、あれが怖いよね、はい、町山さんあったら俺が怖い人間だと思ってんだろって言われたでしょ、言われたいやインタビューの時に今までインタビューで一番怖かったのはノーカントリーを見た直後にハビエル・バルデムと二人っきりで部屋に閉じ込められた時いや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 今この人が100人ぐらい殺してるのを見てきてあとね話してる時点でもう命ねえなっていうね二人きりどうしてもそれでコイン出された日にはもうおしっこジョーってもうあれは怖かったよ今ねいい人役も普通にやってるからだいぶ安心してきましたけど ね、まあ、あれ出た後いい人やってもねまあちょっと無理ですよ ねイメージがもう顔がもうね、顔が暴力的っていうタイプはやっぱいますよね。あとあれも怖かった、あ顔が暴力的なのはビゴモーテンセン、あれでインタビューで何言ってるか分かんないんですよ。え、発音がですか？違う違う、なんか哲学的な妄想を延々と、そうそう、あの人ね、すごいアート思考で怖い感じ、ちょっとキモいんですよね、うん、なんか暴力とは何ですかみたいなこと聞くと、暴力とは宇宙があるだろ君とか、そうねみたいな、銀河の法則みたいな、そうあのね指輪物語の、すごい哲学的で怖いの、ロード・オブ・ザ・リングのメイキングにも出てくるんですけど、あの人ねなんかねすごいあのサブカル男子みたいなやつで、すごいおしゃれな白黒写真とかいっぱい自分で撮ったのをトレーラー中に貼ってて、で共演者がちょっとあの人キモいっていう。
あ、そうなんだ。そう、だからインテリだと思うんだけども。え、でもバカじゃないですか、自分の写真いっぱいやってるって。いや、自分の写真って自分が撮った写真ね。ああ、そっか、そっちのアーティスト。だから刑事条約的なことを。だからあれだよ、電柱とかそういう写真、うん、雲とかそういう、そう、雲とかそういう、ビゴアート撮ってんだ。ビゴアート、ビゴアート撮ってんだ。でもあれもだからヒストリーオブバイオレンスを見た直後。いや、現実との見境がすごい。でも、まあ、区別ついてないですよ、本当に。でも分かるわよ、それはね。いや、怖いよ。怖いわ、怖い。やっぱり。で、3本。だからヒストリーオブバイオレンスもあるでしょ。あ、もう入ってる。それバイオレンス。まさに暴力についてるね。ヒストリーオブバイオレンスはさ、あれはアメリカではその、イラク戦争の時に公開されたんですけど、あれ、主人公がすごく真面目な、堅実にね、働いてカフェかなんかやってて、そう、家族を大事にしててね、で教会にいつも行っててっていう人なんだけども、その裏ではもう冷酷に過去ね、過去ね、単に足を洗ったヤクザだったっていう話ですよね。そうそう、うん、で殺人マシンなんでね、殺人マシンですね。で家族を守るためだったらもう何でも殺しちゃうっていう、それでまた淡々と家に帰ってくるっていうね、はい、ケンさんの野心みたいな、そういうね。そうそうそう、そう、うん、でも、あと奥さんに変なコスプレを強要する男ですよね。強要し…強要じゃないでしょ。強要し、強要し、奥さんが今日はこれ奥さんが強要したんだ。あれさ、シックスナインというものをあんなに感じ悪く描いてる、嫌な感じね。あれね、ね、なんか人体キモいって感じがちゃんと入ってるから、やっぱクロネンバーグに、ね、さ、イースタンプロミスのサウナタクトあるじゃないですか、はい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 、あそこのさ、あの後ろから見た袋の無様なこと、あ、ね、男の体って無様だなと思って、 あのシーンで一番怖いのはあそこは弱点だ、危険だと思うんだよね、うん、ああそっかそっか、このやら、あそこやられると無防備だから。そう、もうあれさ、敵が持ってるすごい不思議な刃物あるじゃん、はいはいはい、あれカーペットとかを切るやつなんですよ、リノリウムとかを。でこういう刃になってて、これをさ引っ掛けてガッて引っ張ってくるんだよね、うん、でだからもうズーっていっちゃいますよね、ズーポロっていっちゃう、あれを持ってる敵に対して金玉出してる状態ってこれ最悪だよ。確かに確かに確かに、ちゃんとちゃんと嫌だなっていう、そう、男として嫌だっていう、無防備っていうさ、あれよくできた、あれ良かったですね、あれものすごく怖かったけど、はいはい、あのヒストリー・オブ・バイオレンスはだから本当にアメリカではその頃イラク戦争に行って2年行って、そのものすごい殺した後帰ってきてお父さんをやって子供を抱きしめたりしてるっていう怖さなんですよ、あれ、うん、あー、そこの、そう、あのメタファーというか、そう、クローネンバーグがそれを狙ったってはっきり言ってるわけ。なるほどなるほど、うん、ああいう、あの映画見てビゴモン大戦恐ろしいと思うだろうと、うんうん、でもみんなアメリカ人やってんだよ。あ、だからランボーパパみたいな話ってことですよね。ランボー、いや、ランボーはほら、ザッツの戦場でもう取り返しもつかない状態になっちゃったけど、だから家帰ってくじゃないですか、最後の戦場で、だから実際はほとんどの人が日常に戻ってきてて、っていうことなんですよ。あ、でちなみにランボー最後の選手は僕入れたんですよ。そう、僕それ入れたら被ったから変えてくれって言われて、はいはい、別によかった、あげますよ、じゃあ。いやいや、いい、あげますよ。だからランボーなんてナイーブなのよ、うん、戦争行って人をいっぱい殺したから悩んだりとかしてるけど、悩んで心がおかしくなって日常生活に入れなかった。でも 99% の人は戦場で人を散々殺した後日常生活に入って子供を育てたりしてるんだ。おかしくなるだけまだまとも、おかしくなるだけマシなの、ランボーの方がまともなの、うんうん、あのだからあのベトナム戦争の PTSD でおかしくなったっていう人はほとんどが嘘だったという事実があるので、実際はあんまりいなかったです。なるほどなるほど、うん、実際ね、このおじ一番有名なポスタル事件って言って、ポスタルって言葉があるんですよ、ゲームの。そうそう、ゲームとかやる、はい、あれだから郵便局に行って乱射したやつがいいんだよね、銃を、はい、でそいつがベトナム機関兵だったっていうふうに主張したんで、すごく有名なベトナム機関兵はその殺人鬼になるって言われたけど、あれベトナム機関兵じゃなかったんだね、うん、あ、全然関係なかった、関係なかった、うんうん、ベトナムから帰ってきたやつ人肉食うようになったりしますよね。なんだよそれは地獄の地獄の地獄臭いという、うん、だからランボーはさ、うん、実はそんなに大したやつじゃないのよ。大したやつですよ。大した強い強い、ね、大したやつですよ。でもさ、他の人たちはさ、はい、もう100人殺すのがさ、はいはい、日常で PTA とかやってるんですよ、うん、いや、はいはいはい、いや、ランボーの方はでも痛いのすごく我慢したりして偉いですよ。あと、あ、子供かお前、いや、子供か。あとランボーはほら、そのさ、もうね、そういうの嫌だし俺本当はおとなしいんだよっつって、うん、こうね、子供たちと暮らしてたらさ、うん、まあ、結局巻き込まれちゃって、うん、でも、それこそさ、ここでもう暴力振るわなかったらもう人間じゃねえだろっていうところで、まあ最後振るうじゃないですか、その最後の戦場で。最後の戦場 で、うん、でさ、わーってさ、わーって延々何十分わーってやって、うんうんうん、終わったらさ、え、助けたのに引かれてるっていうさ、みんな引いとるやんって、あの平和舞台のみたいな人たち、ね、女の人がさ、ちょっと好きになったから頑張ったのに引いてるじゃんっていうね。だって全員ミンチにしちゃったそう、いや、藁の犬が座ってる、ちょっとやりすぎですよっていうね、藁の犬が座ってる、あれスーザン・ジョージを助けるために敵皆殺したけど、最後スーザン・ジョージ引いてるもんね、やっぱね、暴力は怖みたいな、暴力一旦振るっちゃうとね、やっぱ女は逃げるよね、うん、でもちょっとだったらいいんだよ、うん、
ちょっとちょっとやったよ。ビフォーバイオレンスがさ、うまいのはさ、うん、あのそこは見せないじゃん。ビフォーモーテンスがちょっと強いとこ見せるじゃん、そう最初さ、あの奥さんは怖がるじゃん、はいはい、怖い怖いって、うん、でも燃えますね。でもそれはすげえセックス燃えてんじゃん、はい、あれやっぱりちょっと怖いけどこの人強いと思ったら、マジみんな静かに聞くなよ。マジだから安心感のセックスが燃えない、まあまあ、女はちょっと怖い方が、女はちょっとちょっと濡れる、それそうですちょっと、だってね、うん、濡れる、あのそれだからね、それ濡れる、うん、れるすごく、れる、うん、すごくつまんないところ収束しそうな話だいやでもこれは本当、これは本当、はいはいはい、これね、バンビを見た時にね、バンビ、バンビを見直した、バンビを見た時に、はい、バンビってねすごい映画なんですよ、うん、バンビはねこんなにすごい映画だってみんな知らないの。あ、うん、どんな、だからバンビってさ最初あの可愛い、あの小鹿のバンビが出てくるんじゃないですか、うん、すぐ育っちゃいますよね。ね、育ってすぐ、うん、そこポイントね、はいはい、うん、でもスカンクとかと遊んでさ、スカンクがお花の中から出てくるから、スカンクだっけ、エリスだっけ、スカンクが出てくるからさ、うん、あ、君はお花から出てきたから名前はお花ちゃんだよっていうのね、はいはい、でも楽しい感じじゃないですかでもそれって最初だけなんだ、うんうんうん、みんなが思ってるバンビってあの可愛いっていうのは最初だけだし、しかもバンビ女の子じゃないし、男の子ですか、ね、男なんですよ、うん、ね、ですぐ大きくなっちゃうんで、その後何が起こるかっていうとさ、お母さん殺されちゃうんだよ、うん、ハンターに、うん、いきなりドカーンっつって、でその後もさ嫌なことばっかり起こるの、山火事だのなんだろう、もう、もう殺戮の連続ですよ、森の中で、うん、でどんどんバンビが鍛えられていくわけですよ、はっきり言って、はい、暴力によって、うん、暴力によって、その間さずっとシュレットとしてバンビを見守っているものっていうのは存在するんですよ、うん、それはあのシュレットだけなんだけど、はい、父なの、うん、はいはい、それはいつも遠くからシュレットだけでバンビの成長を見守ってて、で最後どうなるかっていうと、バンビは鹿同士の戦いで勝ち抜いていって鹿の王になるの話なの、うん、はい、ね、でこれ全然みんなが考えてるバンビと違って、うん、一人前の男に暴力を通して成長していく男、うん、話がバンビなんですよ、はいはいはい、実は、うんうん、でもみんな気が付いてないけど、うんうん、鹿ってさ草食動物だからね、要するに、まあ、はっきり言うと人殺しするのは人間だけだって言ったりするじゃない、はいはい、で肉食動物は血に飢えてるとか、はいはい、で同族間では殺しをしないとか言うじゃないですか、鹿、うん、してるから、なるほど、勝ち抜くために、勝ち抜くために、もうそのはっきり言ってハーレムを作るために、うんうんうん、あの相手の要するに同性 の、はいはい、そのより強いとき、そうそう、もうだって鹿ってさニューヨークで走っててさ、ニューヨーク住んでたよ俺さ、秋になると鹿に注意っていうんだけど、なぜ鹿に注意かっていうと、その時の鹿はものすごい戦闘的に なってるから、そうなんだ、突っ込んでくる、自動車で出てきちゃうんじゃないんだ、なんかもう走ってくるやつが、ふざけんじゃないの、今リストが出ました、今やっと、あ、出ました、あ、やっと、もう遅くてしょうがないけどね、町山さん何本出してるんですか、これ5本決まったのに、基本的なやつを並べてちょっとおかしいでしょ、これ基本的なやつを並べてったの、うん、バンビ入れてねえよ俺、いい加減でバンビの話いいじゃないですか、そうなんだ、だからあれはね、鹿はね体当たりしてくるんですよ、はいはいはい、自分よりも強い、あ、そうなんだ、戦闘的になってるから、そうだからあれは交尾するために、だからなんていうの、鹿ってさあれ他の動物と同じでさ、飼ったやつが全部やっちゃうのよ、女、あ、はいはい、そういうことですね、ハーレムになるんですね、でさあのラムってあるじゃん、ラムっていうさこういう角をして、あ、はいはい、こうぐるっと回ってるやつ、でさラムっていうとさ、羊たちの沈黙もサイレンス・オブ・ラムズだしさ、おとなしいっていう、おとなしいって印象あるけど、うん、アメリカ人はラムっておとなしい印象ないんですよ、あのこういうなんていうの、角ってさ頭突きでかかってくるんだよね、そう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 、あのトラックでさ、男らしいトラックがラムっていうのね、あでダッチラムって言うんだけど、あれはラムってそのマークがついてるんだけど、ラムってものすごい戦闘的で、うんうん、であの崖とかでさガンガン頭突きして下手す相手を殺すこともあるんです、しょっちゅう、あね、だから要するに人間だけは互いに殺し合うとかね、嘘なの全然、はいはい、すげえ殺し合ってんの、うんうん、であと典型的な例でアザラシ類ね、えアザラシ類、アザラシ類ね、アザラシの仲間、はいはい、あれもセックスするためにさ女を取るために血みどろで戦いを、あれ牙だってね、そう、もう相手も殺すまで血みどろにするわけよ、徹底的に男同士で、あれが人間じゃなくて動物全ての本質なんだ、はい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 、基本的に、うん、ね、だからそれなりに人間ってのは殺し合ってよくないとか、うんね、暴力は克服しなくて、暴力を克服するっていう考え自体が、うん、じゃあ人間じゃなくなるみたいな、生物じゃなくなるみたいなことも関係してるから、はいはい、それは言い過ぎなんですよ、なるほど、すごく言い過ぎ、そこまで言っちゃったらもう全然ダメだし、うん、あと女の子は暴力嫌いだからって嘘だから、なるほど、濡れてっから
だってそういう生き物なんだもん。まあね、そういう生き物、いやいやだから、ね、程度問題ね、程度問題。だからその、ね、女の子問題は俺も言いたいんですけど、うん、前から言ってますけど、うん、それはねやっぱり社会的な高度として言われてるだけで、うん、ホラー映画もスプラッターも女の人大好きですよ。うん、そりゃそう、好き好き、本当みんな好きです血が出てる、噛み合ってねえじゃねえか、噛み合ってない、うん、いやいや、ちょっとそこちょっともうちょっと歩み寄りの姿勢を見てもいいじゃないですか。全く今完全にいきなりそれはないよ、ね、そうそうそう、それはないよ、すっげえなんか今はしご外された気分、それはないな、それはないな、あるある、あります、あ、そうです、あるんですよ、本当、でも女の人好きですよね、確かに、あ、でもそれはだってホラー漫画って読むの女の人だもんね、そうそう、まあ、血も慣れてますしね、そうだよね、そうなんですよ、あの朝日ソノラマとかないよ、そんな出版社も、まあ、大陸消防とかね、そう、昔から怖いホラー漫画を女の子読むんだもんね、うんうん、それはそうだよね、うん、でもさ、魚とかさ、魚で魚さっきから動物の話の話です動物が動物の話、まあ、暴力といえば動物、いやいや、だから魚がさ、その別の取り合いするときってさ、物によってはさ、自分で巣を作ったりするわけ、鳥とか、うんうん、で、立派な巣を作ったり、立派な餌を集めたりとか、綺麗な巣を作ったりすることによって戦うっていうさ、うんうん、実際戦わなくても、それ自体の合戦、合戦っていうか、そうそうそう、はい、人間それやってるわけじゃないですか、はい、もう素敵な家ありますよとか、そうそうそう、いい車乗ってますよ、そうそう、いい車乗ってますよ、はい、収入ありますよって、だから本質的にはそこのところにあるから、それも戦いだ、そうそう、だからセックスは絶対関係してるんですよ、はいはい、収入も戦いだと、そう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 、うん、だからそれは形変えてるだけなんで、はいはいはい、やっぱり暴力が形変えてるだけなんだ、うん、実際は、はいはいはい、やっぱり強くないとやっぱり生存競争でもっていい子孫を作れないから、普通にね、女の子とか強い人が好きとか言いますよね、ものすごくストレートに、まあね、うん、だって勝てなくてもいいんだと思うんだ、それは、あ、なるほど、うん、ガツが戦わないとダメだと思うんだけど、うん、はいはい、あ、でもなんかそういうのって俺この間からすごい不思議に思ってることあって、うん、よくドラマとかでも、うん、ただしドラマじゃなくて現実に言う人もいますけど、うん、なんか俺はお前を守るとか言うんですけど、うん、どこで何が襲ってくるんですか、それ、何が襲ってくるか分からないね、そうそう、ね、どこで戦いを繰り広げてるんだろう、分からないね、うんうん、インディアンとか来るんですかね、やっぱり、いや街でお前を守る、街でチンピラに絡まれた時とかじゃないですか、だから街でチンピラ絡んでこねえじゃん、ね、そんなにいるのもう街はもうチンピラの嵐、無法状態、無法状態、それはさ、北斗の拳みたいな世界で生きてんじゃん、そいつ暴力疎開ですよ、うん、うん、そんなことないよね、うん、ないでもさ、やっぱさ、ヤクザとかさ、その土地の一番怖い人とかが一番いい女連れてますもんね、やっぱね、やっぱしね、いい女はね、うん、ミュージシャンが連れてんじゃないですか、何ミュージシャンに言われるじゃねえな、ミュージシャンが連れてんじゃない、ミュージシャンが一番いい女連れてんじゃないの、だからそういう別の勝負じゃないですか、それはこっちでいい音鳴らすよっていうさ、こっちの水甘いよっていう勝負、他じゃ、ほら、他じゃ勝負できない、いや、だから結局そこなんじゃないの、だから暴力にしてもさ、その、はい、なんていうの、偉くなるっていうヒエラルキーとかその収入にしても、うん、結局いい女欲しいからっていう点で、はいはい、間違ってないんだよ、別にこっちの方がいい評論するよみたいなそれで女来ねえな、いやこれいや評論で戦ってこの女をどっちがいい評論するかっていやでも評論ね、でもラッパーのほらディスガッセンとかあ、そう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 じゃないですか、あのどっちの方が気の利いたことを言うみたいなね、そうそう、全然能力だからさ、闘争の全面否定とかやっちゃうと、もうそれこそ生存競争とか進化の全面否定になっちゃうから、なるほど、そこまでやるのは変なのよ、もっと殺し合えと、まあだから形によるけどね形によるけどもね、まあ、でもその闘争はあった方がいいですね、うん、そうそう、さっき言ったシステム云々っていう話でさ、これはもう歌さんは絶対知ってると思うけども、うん、昔ジョルジュ・ソレルっていう偉い人がいたわけですよ、うん、でその人は暴力には2種類あるって言ったのね、うん、だから要するにシステムの暴力と、そのシステムを破壊するための暴力と、うん、でシステムを破壊するための暴力はいいって言っちゃったの、ほうほうほう、それが1900年ぐらいなんだけど、その上に言葉を分けて、これが面白いんだけど、あのシステムの暴力のことをフォースって呼んでるんですよ、うん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 、でシステムを破壊するための暴力のことをバイオレンスって呼んでるの、バイオレンスとフォースは違うんだって言ってるんですよ、ジェダイとは関係ないんだけど、でフォースは悪質なものであると、社会を固定化して、その階級を固定化するものだから、はい、金持ちは金持ちのまま、でも、うん、突然破壊しようとするバイオレンスってものは存在する、破壊するのがバイオレンス、でもそれはだからフォースって言葉に強制力って意味があるからですよね、そう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 、無理やりやると、無理やりやると押し付けるっていう、そうだからさ、この映画祭でやってる、そのはっきり言ってすごいファシストとかすごい悪い奴らが弱い人たちをいじめてるっていうのは、うんうん、あれはそういうシステムの暴力、なるほど、フォースの、そう、戦争による暴力とか、うん、そういうのが、でもそれを破壊する、その抵抗する暴力はバイオレントだからいいってことを言っちゃった人がいて、うんうん、非常に危険な人だったわけ、それは、はいはいはい、でそれって要するに暴力革命の皇帝とかの社会主義革命の皇帝に結びついていくんで、非常に危険なことだったんだけども、うんうん、それっていうのはでも映画におけるバイオレンスの皇帝の基本パターンなんだ、エンターテインメントではやっぱそこにみんなね形を感じますもんね、そうそう、だからヤクザ映画っていうのは悪いさ、うん、親分がいてさ、
秩序側のフォース側のあれがいて、そうそう、腐敗しててその政府とかとくっついてて悪いことしてると、そこには一匹狼の虎さんとかあのいろんなのが出てきて、一匹狼の虎さんヤクザですけど、虎さんそんな破壊行動しないのよ。ケンさん、ケンさんだ、虎さんもやるべきだよね。虎さんもね、虎さんもヤクザなんだからさ、うん、だからいつもアタッシュケース持ってんじゃん、トラさん。それで、中開けると時計とか出てきて、あれ、なんかすごい、なんかいろんな秘密兵器出てくるべきだね、トラさんね。ねまあ、トラさんはね。そう、桜をやりやがってっつってね。妹を。そう、だからこの腹巻きとかも全部防弾でね。やりやがってて結婚してるじゃないですか。で、帽子パッと開けると。いや、でも桜が結婚しようとすると邪魔するからね、あいつね。あ、しました、あ、そうそうそう。うん、邪魔するから。だって、広して共産党員だからさ、あれ。あれ、旦那、そういう意味では、ではその、ね、まあ、暴力革命を公開して岩波の世界とか読んでるんだ、あれ、広島のやつでも前田銀のくせに、ね、あそこは印刷工場でアジビラとか吸ってるんですね、多分ね。そう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 、あれ、こそ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 とさ、あの山田洋次共産党闘争を続けてるという山田洋次は前田銀にちょっと託してるんですかね、じゃあね。あれ、だから山田洋次自身は本当にはっきり共産党員だったから、うん、まあ、だから労組とも仲良かったんだけど、うん、だから前田銀は俺と思ってるんじゃない、思ってんだ、さくらと結婚するのは俺、そう、だでも寅さんにはなれねえっていう、あ、だから秩序の破壊者はちょっとね、本当の破壊者にはね、そうそうそう、なれねえっていう憧れみたいなもんだったと思うけどね。でも結局さ、一匹狼は出てきてさ、なんかシステムが破壊するっていうさ、寅さんも一匹狼なんだ、一匹狼のヤクザなんだよ、まあまあそうですよ、寅さんは、敵屋ですから ね、うん、なんでさ、みんな、まあ、ザトイチとかリメイクするのに寅さんリメイクしないのかね。花音があの人がいないですからでしょ。あ、そっか、別に教師がいないのか。あ、またどうでもいいけど、まあ、俺が実は寅さんって言って間違って言ったけど、実はケンさんって言おうとしたんだ俺。はいはい、ケンさん、ケンさん、まあ、ケンさんが全然違うじゃん全然間違ってない。いやいや、大丈夫です。で、ケンさんがそのね、そう、まあ、ケンさんが散々もう叩かれて、はいはい、システムによってね、そこそこさ、暴力最後まで振りたくないみたいなね。そうそう、最後までって言って、それで最後に爆発するっていう、まあ、ウエスタンもそうなんですよ、大体、うん、英語ではリラクタントヒーローって言うんだけど、最後までやりたくないのにやらされてしまうヒーローっていうの、それ基本なのよ。あれがね、あのトゥインクルトゥインクルキラーカーンという映画がありまして、はいはいはい、ベトナム界の頭のおかしい、はい、あの殺人マシンと呼ばれた男が、はいはい、あの近所の暴走族に、はい、耐えてやっぱ殺すっていう、最後に殺す、皆殺し。でも耐えてこうプレッシャーをどんどん与えれば与えるほど、はいはい、その最後の爆発する暴力が正当化されるわけじゃない、うんうんうん、でもそれってすごく実は思想的なものだったんだ、うんうん、そのジョルジュ・ソレラ書いて、ね、裏付けが、僕らがみんなその内側に抱えてるものを言葉にしたってことかもしれない。そうそう、だからバルター・ベンヤミンもそういうことを書いてるんですよ、うんうんうん、その秩序的暴力に対してその破壊する暴力っていうのは正当化されるべきだとか。なるほど。でもそれは非常に恐ろしいことで、その後戦後いっぱい暴力テロを生んじゃったんだ、はいはいはい、造反有利になっちゃったね。造反有利になって、もう組織にとか、まあ、システムに抵抗するための暴力だったらどんなものでも許されるみたいなことになっていっちゃって、うん、まあ、全部消えちゃって、うん、でもう暴力を正当化するもの文脈っていうのは本当になくなってしまったんだよね、うん、実際はね、うんうんうん、どんどん陰惨なことにもなってくる、ね、そうそうそう、結局それをだその時に深作欣二がやったのは、やっぱりロマンとして、そのヤクザ映画のロマンとしてずっと押し付けられてるやつが抵抗する暴力っていうのはあるんだと、うん、でそれだけでやっちゃうと、ケンさんの映画とか鶴田浩二の映画でスカッとして終わりっていうのになっちゃうから、うん、そうじゃなくて、それをやった人も不幸になるよという、うんうんうん、みんな不幸になっちゃうよってとこまで全部見せるじゃん、はい、深作欣二の映画って、うん、深作とか、まあ、アメリカンニューシネマのそういうの、そう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 、はい、だからあれで結局、なんていうの、それはスカッとするけれども、でもやった方も暴力が返ってくるよっていうさ、うんうん、っていうとこまで行ったわけですよ、映画って結構、はいはい、ね、うん、で、なんだっけ、新井秀樹さんっていう漫画家がさ、それをすごく追求して描き続けてる、ワールドイズマイン、そうそう、なんだっけ、あと宮本から君へっていうのは、はいはい、もう徹底的に押さえつけられた男が最後暴力振るんだけども、でやっぱその代償を払うっていうとこまで、うんうん、だそれがアクション映画と暴力映画の違いなの、はい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 、そう、うん、分からない人はだからアクション映画と暴力映画の違いを明確にしないと、うんうん、そのただの娯楽になっちゃうから、うんうんうん、でも娯楽になってなくて単に暴力な映画もありますね。単にその暴力そのものが突出しているタイプの、例えば僕が挙げたのはあのロブゾンビ版のハロウィン 1-2、 あれってそのホラー映画だったものを暴力映画に転換したっていうか、そうそう、超常現象起こらない、そうそうそう、でその暴力舞踊者そのものの発明がさ、例えばそのあの包丁でぶっ刺す時のその重みであったり、なんか板かなんか敷いて、いや、あれは丸太を置いて刺したね、丸太か、そうそうそう、その重みとそのあれの表現みたいなのをさ、ものすごいこだわってやってて、あとあの2でガラスに女ガチャーンってやるんだけど、ガチャーンってやってからガチャーンってやってガチャンガチャンってやって、すごいガチャンってやって20回やる。あのさ
暴力描写でさ嫌なのってさしつこいっていうさ、うん、う嫌じゃないですか。あのたけし映画の例えばビンタがしつこいとかさ、はい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 、あとしつこくその俺のこと呼び捨てにしてみろとかあのしつこいだけで暴力的な感じするよね、うん、なんかねっていう、うん、あのほらアホーマンスっていうあの松田優作の映画ってさ、はい、本当にどうしようもない映画なんだけど一箇所ポール・マキさんがさ、はいはいあのヤクザの親分ですね。そうそうポール・マキはひげ剃ってんだよねレザーでさ、ひげ剃ってんとこになんか子分に何か言われた時にさ子分の口の中にこうひげ剃りを入れて、はい、ずっと引っ張って口の中ガッて切るシーンがあるんだけど、はいはい、あれすっごい怖いじゃん、はいはいはい、ああいうなんていうの普通の映画の中に出てくる、うん、時々そのだからその、そこだけ突出して出てくるその暴力そのものそういうやつでしょってやつそういう話でしょ、うん、そういうのも、うんうん、その暴力についての映画じゃなくても、うん時々その映画の中の一部がさ突然出てくるそう突出してくる時みたいな、うんうんうん、それもすごい映画のね、うっとくるとこだからあのねでもそういう描写をやるっていうのを始めたのは多分黒澤明が初めてなんですよ。あこれまでアクション映画とかって例えば昔の映画と今の映画で拳銃に撃たれるシーンが一番違うんだよ。あーあのうって言って倒れるだけってやつ、はいはい、バーンって撃たれたら、はい、うって言って、はいはいはい、昔は本当に撃たれるとこ押さえてさ倒れるんだよ昔の映画っていうのは、はいでもそれは先決の美学撮った時にウェス・クレイブンがそれがやりたかったって言ってますね。どっちを？あの先決美学で時にだからその打っていって倒れるような表現しかない映画っていうのは嘘だと、あ、そう、刺したら苦しんでもがいて血出して死ぬんだっていうのを俺たちはやったって言ってますね。チャンバラだってね、バサーって言って血も出なくて、そう、桃太郎侍みたいなさ、もうバン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 切ってるけども、もう血が出なくてみんなあーとか切られてこう倒れていくっていうのをずっとやってたら黒澤明がこれじゃねえだろうと、こういうことじゃねえだろうと言ってまず始めたのは実際に人を切るとどうなるのかってことを徹底的に研究するために実際にその牛や豚を切ったんだよね、うん、日本刀 で、うんうん、でどのぐらいの抵抗感があってどのぐらいにどういう音がするって録音もしてね、はいはい、でどのぐらい切れるのかって徹底的にやってその、まあ、用心棒を取ったじゃないですか、はい、あそこからそのチャンバラ描写って全部変わっちゃって切ると血が出るようになったんだけど、うん、その後なんですよ。あのアメリカ映画とかで拳銃で弾が当たると血が出るって描写が始まったのは、うん、だからそこからもう今まで映画の要するに歌舞伎みたいなお芝居みたいなこう切られてあーっていうさ、もうやめようぜと、うんうん、それインチキだからっていう、それ黒沢のやっぱ影響なんだ。黒沢は多分最初だと思う。最初ではある。あれ最初だと思う、うんうんうん、まあスローモーションも黒沢最初だしね、人が死ぬと、うん、であのズバって音は今でも使ってますからね。今でも使ってるあれはだからずっとあのアーカイブで入ってるからそれを使い続けてんだけど、うん、そうだからね、今暴力描写って暴力映画良くないっていう人はいっぱいいるけども、うん、黒沢が始めたから、はいはい、世界の黒沢が始めたんだから、うん、いいんですよ。やっぱさ、それはいや昨日の そのいやよくわかんないケイイズムは何だ。いやでも、いやでもそのさ、その、うん、いいとされてるようなね、その、うん、名作ですみたいな言い方されてるものでも何でもいいんだけど、昨日そのクソつまんないメキシコね、そのドラッグ戦争のドキュメンタリー見てて、はいはい、やっぱ偽物要素っていうかさ、エクスプロイテーション要素なしの映画ってこんなつまんねえかなと思って。なんかだからやっぱそこはみんなちゃんと入れるじゃないですか、どんな巨匠だってそれは、うんはいはいはい、そうそうそう、そうじゃないと映画じゃないよっていうさ、パッションとか最高でしたよね。パッション、あ、パッション入れたんですよね。パッション大好き、はい、あれはだからみんなキリストが勝手なことを言うんで傷つけられた人たちの怒りが爆発して痛い目に合わせるっていうところの、痛い目に合わせるところだけを映画化したような永遠ね、うん、今の話に無理に合わせてみましたけど、あ、 あれもでもさ、うん、あの一人の修道女の妄想なんだよね。あ、そうです、そうです。あれは聖書の記述とは違くて、あの妄想、あのこと全然書いてないよ。聖書を読んでオナニーしてる修道女の人が、そうそう、あのなんか朦朧としてる時に書いたなんか雑文があるんですよ。 それが元にした。それが延々とさ、キリストがどういう拷問されてどういう風に肉が砕けてそうそう、骨が肉がちぎれて痛かったみたいな話が書いてそれをさ、処女のさ、修道女はずっと書いてある。完全にその人にとってのもうフェティッシュなわけで、もうね、完全に性的ファンタジーとして、もう完全にもうちょっとね、濡れてるわけですね。濡れ濡れでさ、キリストがずたずたされて濡れ濡れで、だからヘンリー・ダーガーの絵と一緒ですよ。そうそうそう、濡れ濡れでキリストがってね、もうね、それをさ、またメル・ギブソンが映画化して、また変態だからさ、ああきっちりやりましたよね。きっちりもうやつはだからほら、あのサウスパークのさ、やつは変態だから信用できる映画監督だ、絶対変態だから映画の見せ方は分かっているっていうね尊敬に値しますよ。あれに出てくるメル・ギブソンっていつも全然意味なく自分にバイブを差し込んだりさ、はい、あの自分をムチ打ちながら、ね、続けながら普通に喋ってんのあのいつもパンツ一丁で出てくるね完全ただの変質者だけど、でもあれも嘘じゃなくて、なぜ、うん、あのサウスパークのやつがあれをやろうとしたかっていうと、パッションはあれはメル・ギブソンが自分主演で映像化しようとしてたんですよ。ところが映像化にすごく時間かかっちゃって、キリストってのは30代だったから老けすぎちゃったから、うん、自分でやらなかったけども、はい、彼は本当はキリストを自分で演じてこうやって、はい、ほらムチ打てムチ打てって演出する予定だった、うん、本当にやりたかった。もっと強くもっともっともっと強くバサッと来いみたいな、アナルにもバサッと来いみたいな
それ本当にさ、やってたらさ、演出現場完全に変態だよこれ。でも演出者だろそれ。奇跡的な映画になってたかもしれないね。でも現場ですいません監督俺耐えられませんってみんなやめちゃうよそれ。趣味の映画ですよそれはもう。メル・ギブソン監督立ってますよとかさ、ちょっとキリストが立ってちゃまずい、ギンギンですよやっぱまずいよそれはもう。いやでもあれは本当近年丸に見る暴力映画ですごかった。まあ確かに確かに、うん、で上映時間ほとんど拷問、ほとんど拷問ストーリーっていうかね、もうね暴力で成り立ってますね、はい、でもあれアメリカ人真面目に見たんだよね。で怒っちゃって、いやいやパッションは、いやいやあおよよってない。しかもそれでみんなその修道女が書いた妄想ストーリーだっていうことを気づかずに、こんなに聖書を忠実に言って、聖書にそんなこと全然書いてないじゃん。でもみんな聖書読んでない、読んでない、うん、だって読んでないのほらパルプフィクションでさ、あの引用嘘なサミュエル・ジャクソンが、はい、聖書の引用したって言ってみんな聖書の引用だと思ったけど全然聖書の引用じゃなかったもん、ね、あれは千葉真一主演のボディーガード牙っていう映画の冒頭に出てくるセリフだからそれ聖書じゃねえだろ。全然聖書じゃない聖書と一番遠いとこにあるテキストですよねこれ。しかもボディーガード牙っていう映画は本当にひどい映画だから見た映画見てない、うん、あ本当あれはね、英語版がひどいんだ。日本語版は普通なんだ。あ、そうなんですか。あのボディガード牙っていうのは主人公が千葉真一なんだけど、はい、千葉真一なんですよ、うんうん、俳優の千葉真一さんがボディガードとして世界平和のために戦うことを発表しましたっていう記者会見あ、そういう本人役なの。そう、本人役なの。漫画とじゃ全然違うんだ。全然違う。で、これから私はボディガード千葉として戦いまして。ボディガード千葉現代がボディガード牙なのにてかさ、ボディガード千葉じゃないのね。ボディガード千葉もうね、そういう吹き替えになっちゃってんの。あ、そういう吹き替え、英語版、英語版が。で、主題歌がさ、オープニングのタイトルがさ、あの本物の大山摩擦がこうやって聖剣突きしながらさ、うん、聖剣突きのリズムに合わせてさ、男たちがさ、ビーバチーバビーバチーバっていうね、チーバビーバチーバっていう主題歌なんですよ。 あそこは今でもカルトンだね。すごいよね、アメリカ人がみんな好きですね。すごい。何の話だっけ。いや、カルフィクションだ。そんな映画のそんな映画の冒頭のセリフなんだ。そうそれなのに、あのアメリカの映画評論家たちみんな、あのタランティーノはやっぱりイタリア系だからね、聖書が好きなんだと、聖書が好きなんだと、なんだかんだで聞いて、なんだかんだ言って、ね、全然関係ないあ、そんなもんなんだ。そんなもんなんでね。そうですか、まあね、そうですか。でもパッションはすごいけどね、はいはいはい、あとヨシキさん他に何かあげたのはどうなの。いやまあでもそんな感じで、あとロボコップとかですね。あ、バーホーベン、バーホーベンは全部すごい、全部いいんですけど、バーホーベンはすごいですね。まあ一応メジャーところロボコップとか、あと悪魔の剣とかですね。あくまで幻影っていうのは別にチェーンソーとかじゃなくて、ズタ袋をかぶせてほうきでパンパン殴るとか、そういうところが素晴らしいっていう、親父がね、うん、しかもゲラゲラ笑いながらやってますからね、あれ本当に感じ悪い暴力で、すごい好きです。あ、はいはい、まあ、こういう目に遭いたくないなって心底思ったりするとさ、やっぱね、いいじゃないですか、はい、いいの。いや、いいっていうか、映画としてよ、あ、まあ、メル・ギブソン的な意味じゃないでしょ、心底、あの、なんかその映画全体として好きとか嫌いじゃなくて、僕ちょっと選んだりとかしてて、例えばあの、あれ連合赤軍、酒井真希がさ、はいはいはい、その総括をさ受けちゃって、うん、で、もともとその一番さ、もう重信さん素敵みたいなさ、まあ、すごい女の子した格好にも気を使ってみたいな酒井真希が、まあ、ボコボコにされて、それが一番やられる。で、その顔をさ、鏡で見せられるのか見るのか忘れたけど、見ろ、見て泣く、メソメソ泣くわけですよ。もう最悪だと思ったよ。もう暴力は絶対ダメだみたいな、なんかね、本当に。あれはでも女がやったからなんですよ。あ、はいはいはい、連合赤軍の今日は、はい、女の人は暴力を本当に振り出すと徹底的にやるなっていうね、はいはいはい、あの怖さ、女ぶりやがってみたいな、そのね、可愛い子ぶりやがってってね、やってやるね。いやだからとにかくその彼女がさ、すごくさ、まあ、大事にしていたであろうそのさ、自意識みたいのがその鏡見た途端に全部崩れる感じがさ、だから鏡見せるとか一番暴力的っていうか、なんかギャっていうね。エレファントマンでもありますよね。エレファントマンでもみんなでエレファントマンをいたぶって、うん、盛り上がってきたところでパッと鏡見せるとプキーとか言って、あ、うん、ひどいシーンがあって、はいはい、あ、それにも近いのかな、うん、ちょっと僕はそれを上げたりとかします。やっぱりなんか顔がすごいことになってる人に鏡見せるっていうのは悪質な場面ね。ジョーカーみたいにね、うん、もうくるっあーはーはーっていうね、あやりかねない、ね、最初のやつ ね、 最初のね、はい、あそこいいですよね、鏡見た瞬間にっていうかね、うん、あれミック・ジャガーの奥さんだよね。ん、顔切られた女の子、うん、シーンでしょ。あ、ミック・ジャガーが、ミック・ジャガーの奥さんでしょ、あれ切られた人。
あ、そうです、そうです、そうです、一周しか出てこないっていう、はい、謎のシーンですね、あれね、はい、でもあれちゃんと後ろにあのそういうシュールリアリズムの顔が崩れた人の絵が飾ったりして、うん、なかなかいい、気が利いてんだ、なかなか気が利いてるティム・バートンらしいシーンですよね。あとは、あと何あげました？あとなんだ、ヒーロー賞とか僕あげましたけどね、技術監督の、あの、まあ、暴力についての映画っていう意味で、はいはい、ヒーロー賞、あれもそのものすごいその下世話なっていうかさ、本当になんていうの、あり得る近いところで本当にこういうことはなんか友達のぐらいでありそうだっていうことも含めて、あとなんていうの、暴力のさ、オチのつけ方を知らないやつが暴力を振るわないでほしいっていうかさ、あ、なんかその感じ、はい、ぶっ殺すぞとかよく言うじゃないですか、ぶっ殺すしたら大変だよと、大変だよと、うん、そう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 、なんかその感じですかね、僕はすごい好きなんだ。でもさ、やっぱヤクザとかなる人ってさ、その一線の引き方が分かってる人たちなんですよ。はいはい、そう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 、プロはね、プロなの、うんうん、やっぱり暴力のコントロールができる人たちっていうのは実はやりすぎない、うんうんうん、そうそう、だからそのチンピラのその低級な暴力のなんか手に負えなさっていうか、うんうん、その感じの怖い、そうそう、すごい嫌だったなって、はい、はい、じゃあそろそろちょっとまとめに入る方向なんですけど、はい、まとめるの、はい、でも本当は嫌いだよね、暴力はね。え、暴力自分では弱いでしょ。ん、あ、でもガタイいいか、弱いでしょ、弱いですよ、それ俺も弱いから、うん、いや大嫌いだ、あのそのまあ、暴力に限らないですけど、その、うん、追っかなくて追っかなくてしょうがないから、うん、あのこういう映画を見るっていうとかさ、そうですよ、だから作る人だって、この人は本当は暴力的な人で、本当はこの人怖くないから、この人はやる方の人だから、やんないですよ、暴力的な人だから、でもほら暴力映画作る人ってマーティン・スコセッシとか、はい、スピルバーグとか弱ちそうな人ばかり、本当に弱い、はいはいはい、本当に弱くて、スコセッシとか喋り方がすごいもんね。でもスタローンとか強そうじゃないですか。スタローンは強いけど、でもそれが別のものだから、スタローンはやっぱ暴力を怖がってるタイプの暴力というよりはっていうところも、やる側だよね、あの人はね、うん、あとメル・ギブソンも結構強そうですよ。いや、でもあの人は、でもメル・ギブソンはあの人はやる側の気持ちじゃない、メル・ギブソンは心底怖がってる、もう、うん、例えばあのさ、オラが村のその女たちが、うん、より強いその支配者がみんながやってきて、うん、やられちまっただ、うん、みたいなのを本当に怖がってる。でもさ、あの人はでも怖いと気持ちいい人だって、まあ、だからまあ魔族的にね、楽しいっていうとか、ほらスピルバーグとかさ、はい、実際にいじめられっ子で本当にあの学校行けなくなったぐらい立体的にいじめられてるし、はい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 、スコセッシはだって病気しちゃって体が大きくならなかったから、うん、もう、はいはい、障害を持ってるぐらい体が弱かった人なんですよ、うん、はいはいはい、で気がちっちゃいから、でもああいう映画を撮るわけじゃないですか、うん、だから怖さが分かってるからこそ、そうですよ、ね、逆に撮れる。例えばさ、ヤクザにさ、うん、なんか一見リズムみたいな感じでさ、うん、ファニーハウファニーハウつってさ、うん、ああいう風に迫る、ほんと怖いよとかさ、あとご本人が弱いか分かんないけど、たけしさんとかってさ、心、うん、底ヤクザって怖いよなって思ってた、だから怖い目合ってるからか、うん、受けるじゃないっていうことじゃないですか。逆に本当に怖いヤクザの人がヤクザ映画作れるかって言うと、ちょっと作れないんだろうなという気がするんですよ、はいはい、何が怖いか分かんないから、怖さ、怖いもんない人にとってはね、はい、うん、あと音楽とかでもそうなんですけど、あのポップなものを作ってる人の方がヤクザっていうね、そういう傾向が、ハードコアなことをやってる人は真面目なんですよ。それはヤンキーがファンシーってことじゃないの。まあ、あとさ、そのえ、だって金儲かる方が良くないみたいな、そうでしょ、そういう怖い人がポップな音楽をやってたりする。でもさ、車にいっぱいちっちゃいぬいぐるみをいっぱい乗っけてる人ほど実はものすごく怖かったりするじゃない、あのとかね、ディズニーが大好きなんだけど、だからあれは人生に足りないファンタジーを求めてるんでね、その人いないよね、だからそんな暴力とかね、見たくないよ ねみたいな、ね、そんなの面白くないよねみたいないや、散々やってる人、うん、こそ言うだから、そういう話聞かせてくださいよみたいな、そういう話はね、面白くないんだよ、そうそう、本当に怖い人はそうだよね、うん、感じだ、スピルバーグとか俺とかみんな怖くてしょうがないから、うん、逆にそういうことばっかり考えちゃうっていう、あのお化け考える人はそうじゃん、みんな怖がりじゃないですか、はいはいはい、ね、ポランスキーとかもそうですよね、あ、そうか、弱ちい人っていうね、そうそうそう、だからそういう人のなんていうかアンビバレントなファンタジーみたいなところがあるじゃないですか、はいはいはい、ね、だから本当に怖い映画、うん、スピルバーグがさ、だからの映画の嫌さってさ、うん、本当に暴力シーンをさ、うわ怖え怖え怖えって撮ってるじゃないですか、はいはい、あれをじゃあ例えばだけど日本だとなんだろうな、誰だろうな、本当に怖い人って誰だろう、その人が怖い人、その人は怖い人、安藤昇、高岡壮介とかですかそうなの、うん、そういう人は撮らないよね、やっぱりね、うん、まあそうですよね、うん、だからビーバップハイスクールのあの、はい、劇場版のあの僕挙げたの原作者が、原作者版の杉村慎一さん、あの怖さってないよね、あれ怖いですね、うん、だからやっぱ木内和弘さん版だね、木内和弘さん版、そうそう、あのね、
なんかさっきのさ一瞬音圧の怖さじゃない、あと落としどころのないさ、やっぱその暴力のさ、あんな世界に一旦入っちゃったらもう抜けようがないじゃん、あともう本当に殺してコンクリートでもう埋めるしかないみたいなとこまで行くじゃないですか、うん、はいはいはい、あの怖さはね、そこまで行ってんのにやめないじゃないですか、そうそう、あの嫌さみたいなね、だから多分分かってるってことです、ね、怖がりほどさこういう映画はできるっていう、はい、だから気がしますよ、ね、本当に怖いやつはあのぬいぐるみいっぱい、あのそうそう、本当に怖いやつはフィクションに大体向かない、そっちに行かない、本当にやってるから空想にね別に行かない、行かない、本当にやってるからね、なのでだからこ う,、はい、こういう映画にね、暴力映画トーク、はい、バイオレンストークに集まってるような人たちはもう善人だらけっていうね、うん、みんないい人っていう、みんないい人なんだあ、でも来ないでしょ本当に怖い人こういうとこで、突然会場からお前ら暴力とか分かってねえよとかさ言われたら教えておろうじゃねえかとか言って来ないじゃん、で公衆の面前で俺たちが全員土下座させられてるすいませんすいません適当言ってました、なりかねない、ただ一回ねすごい怖かった経験があって、ヒストリオバイオレンスのこういうレセプションっていうか、記者会見をやった時にエド・ハリスがさ、エド・ハリスはほらギャングの殺し屋の役で、その時にあのお客さんの一人です、もういかにもっていう感じのこういう人がね、エド・ハリスさんって、この映画暴力についてなんですけども、暴力についてね何かご意見とかありますかって時、エド・ハリスがその時にあの役になりきったんだよね、ああ怖いですね、お前の後で個人的に教えてやるよって言ったのあそれはすごい怖くてやっぱり役者時々その武器使うんだよ、ずるいだろう、現実を超えてくる武器を、すげえずるいなと思ったけどね、あれ怖かったよ、ジョーペシとか本当に怖いって言いますよね、怖いらしいね、あれがデニス・ホッパーと仲良しでさ、サミュエル・ジャクソンと3人で昔よくゴルフやってたって、サミュエル・ジャクソンとデニス・ホッパーとジョー・ペシのゴルフ前のグループとかさ、早く打たなきゃ早く打たなきゃってやばいよすげえわ、3人後ろからみたいなねえ、なっちゃいますよ、めちゃくちゃ怖いんだよね、あれね、あのアメリカのジョージ・カーリンっていうスタンダップコメディアンの人が、はいはいはい、あの俺は神は信じないけど、どうしても神に祈るような、祈るってことしないんだけど、うん、祈ることが必要になったら俺はジョー・ペシに祈るなぜかというと問題を解決してくれそうだからだっていうあ、でもアメリカのコマーシャルでさ、ほうれん草食べない子供のコマーシャルがあってさ、はいはい、ほうれん草食べろとか言われてる子供が、ロストハイウェイのロバート・ロジアが言ったら僕はほうれん草食べるねっていうコマーシャルがあるんですよ、本当にすごいですね、すごいコマーシャルな、すごいで YouTube で探すと出てくるけど、ちょっとロストハイウェイのロバート・ロジアって覚えてる人いるかどうかわからないけど、マフィアの親分なんだけど、うん、悪いことしてる人は許せないんですよ、乱暴な運転してるやつを、はいはい、自分の車を抜いて乱暴な、煽ってくる車が許せない、ね、乱暴な運転してるやつを見つけると、おい、あいつ捕まえろって捕まえて、そいつ引きずり出して、危ない運転するんじゃねえって言いながら、ボコボコにするあの銃を突きつけてですね、そうで朝ごはんでほうれん草食べないって言ってる子のところに、いきなりロバートロジャーが来て、食べろって言うと、あーって言いながら子供が食べるってコマーシャルがあるの、本当に。でも子供、ロストハイウェイ見ないでしょ、見ないよ。すごいすごいですね、その趣味に走った CM すごい怖いよ、そんなもんいきなり朝のドクターが来たらねえ、そんなだってみんなが見てる前提の映画じゃないのにねなんてマイナーのことやってんだろうな、すごいですね、あれ、うん、あそう、伝わる人が全然いないですよね伝わらないと思う、はいはい、あ気の利いてますね、やっぱね、怖いですね、はいはいはい、怖いですね、暴力は怖い、はい、というね、まだあるの時間ということで、はい、時間あるんだ、まだえ時間あるの、いや、わかんない、時間ありますね、もう何も止めようとしないという、ね、いや、なんか40分まだあるじゃん、いくらでもあるんですね、はいはい、いくらでももう、もう永遠にやってくれって、あ、いいですか、はいはい、いや、なんかそのソドムの H の時間とかがあるから、なんかあ、ソドムの H で、そうそう、だこの後ね、ソドムの H もありますし、はい、はいはいはい、というので、え、もう閉めてくれってやつですか、どっちなのかよくわからない、カンペがね、見えないです、その位置で、全く何にも見えない、あ、5分前、5分前ですね、あとね、僕はね、今ポイントとしてはおしっこがすごいしたいっていう、僕もおしっこがすごいしたいので、そういうね、問題は、はい、なのでね、あの早く締めようとしてるみたいな節はね、ちょっとあるさっきビール飲みすぎてそう、ね、事前にもうね、はい、楽屋でキャッキャッキャッキャやりすぎちゃったっていうのがあるんですけどね、はいはい、うん、これ本当にラジオで編集して放送するんですか、いやいや、だっていい話してたじゃないですか、本当にやるんですか、これえ本当にやる、本当にやります、どこをつまむんだろう、あ、何、いや、どこつまむのかな、つまむところ、じゃあ前半ちょっといい話ね、いただいたんで、ムーンレイカーの話とか、ムーンレイカー、でもそのムーンレイカーの話、ね、で子供ながらにショック受けたって理由は分かったでしょ、そのちょっとだけさ、そのあ、でも時々ジェームスボンドってね、実は非常なスパイなんだってことを見せるために時々そういうエピソード入れるよね、うん、うん、まあ非常ですよ、本当、うん、すっげえ殺すし、あの殺す時に、あのお前にはあの何の恨みもないし、お前も俺と同じでプロだなと。で相手が言うんだよね、はい、あのジェームズ・モンドさん、あなたもプロなんだから、私も仕事でプロでやってんだから、互いに恨みはないんだから殺さなくてもいいじゃないですかっていうシーンがあるんだけど、あれ覚えてます、どれですか、時々やるんですよ、あの最初の007でもやったけど、
いやでも俺はこれが仕事だからお前を殺してでも殺したあれちょっとゾッとするような一旦ねそんな話してからねそうそうそう、はいはいはい、そういうとことちょっとゼロゼロセブンで怖いとこ入れて時々これはあの楽しい話じゃないよやっぱり怖いスパイの話だよってとこちょこちょこっとこうやって元に戻しをかけたりしてるんだよね、はいはいはい、あれは、うん、なるほどつまり暴力は怖い暴力は怖いジェームズ・ボンドは人殺しあとそのね、このそのさっきのそれこそ木内和弘さんのさカルロスでさ、はいはい、カルロスってあの竹中直人さんで、はい、で敵がチャック・ウィルソンのさ殺し屋でさ、うんうん、でそれに復讐してその殺す時にさ、うん、もう観念してチャック・ウィルソンがこう目つぶってここに銃が出られて、うん、でしばらくずっとそのカットが続くんですよね、はいはいはい、でいい加減おかしいなと思って目を開けた時にドンと撃つっていう、ね、そうだからその嫌な感じ打ちたけしさんの映画のセンスに非常に近いことやってますよね、うん、あれねあそうだから暴力映画っていうかやっぱねたけし映画も絶対欠かせないところたけしさん一番すごいねだって世界的にも影響を与えてますしねあの感じね、うん、ジョニー・トーなんかも明らかにもうそういう感じだし、うん、ああまあねあのジョニー・トーはね黒沢清の影響ですねあどっちかっていうと、うん、黒沢清だ一番暴力し描写で一番嫌な映画ってやっぱり黒沢清の蜘蛛の瞳、はい、あが一番嫌な映画はいはいはい、あれはもう夜中に見てると本当に嫌な気持ちになって今回も復讐やってました ね、はい、あのねあの気持ち悪い殺し屋集団が出てくるやつね黒沢清さんっては本当に普通の人なんだよね、うん、こんにちは、まあ、だすごい紳士的な方だって言ってたそれで頭の中あんなことばっかり考えてんのよでやっぱ怖いんじゃない怖い、うん、やっぱりねスピルバーグもだってあんな本当にいい人で、はい、こんにちはよく日本から来てくれたねみたいな、はい、僕はあの E.T. とか宇宙に夢があるんだとか言いながら映画ぐっちゃぐちゃだからスピルバーグの映画、はいはいはい、あーみたいな映画ばっかり作っててさ、はいはいはい、こんにちはみたいな今度はタンタンの大冒険だよとか言ったけどお前の映画怖いんだよみたいなだけどバンビじゃないけどやっぱそのね世間的なイメージはね、うん、そこだからっていうところうまいですよねこんだけだってバーホーベンはさどう見られてるかっていうと考えればさ、うん、自分の見せ方がうまいんですよ、ね、バーホーベンは完全にもう映画の中のまんまだからあもうね身振り手振りでもうあーっていう人だからだけど、うんうん、スピルバーグの方がやっぱり嫌なシーンです嫌なシーンってほらゆっくり人を殺すシーンとか出るじゃんあープライベートライアンのあれですねでか嫌でね、うん、あそうかプライベートライアンのゆっくり殺すあと宇宙戦争でトム・クルーズがティム・ロビンスを殺すシーンのあれゆっくり殺してそうかそうかあれプライベートライアンやり直しですよねやり直しでもガーンとかガーンじゃなくてグサ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 ってあーってもう全然しなくて5分くらい殺すのに時間かかってる目つぶってろなんつってねそう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 、はいはい、タコタファイニングにねミュウじゃねえって言いながらこう殺すってあんなに嫌な人ないよあれ、まあ、本当ですよねでも本人いい人だからいい人なんですこんにちはだからまあだからそういうあんたの大冒険だよだいい人終了終了っていうねはいいやね、そんな終わり方、そんな話のない区切り方が、すごい早かったですね。なんだか大冒険だよ、終了って、そんぐらいね、おしっこしたいんですよね、ああはい、これ以上言うと情報、じゃあ、そういう、はい、ということで、皆さん、ね、でも盛りだくさんで、はい、楽しんで、今から、Q&A ですよね。Q&A とかないですよ。やります。今から質問コーナー。やってもいいけどね。質問コーナー。はい、質問コーナー。あ、じゃあ、なんか一件ぐらいやりますか？いやいや、何を聞くの？何を誰が聞いてくるの？やめましょう、それ。やめましょう。迷惑しますかね。はい。ということで皆さん、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。